大変お待たせしました、こちらになります。足元お気をつけてください。こちらのマンションの間取りがですね、めちゃくちゃいい部屋じゃないですか。いや、私も気になっていたんですよね。こんなにいい条件の部屋ないですよ、めったに。で、今日は契約されるんですか？あ、されない。え、でも、もうなくなっちゃいますよ、こんないい部屋。もう20件ぐらい遠ざけてるんで。あ、少々お待ちください。はい、もしもし、スケッチハウジングです。あ、はい、はい、はい、少々お待ちください。今、新しい動画出てきました。もう今、契約しちゃった方がいいです。今、今、今。こちらになります。なるほど。広さってどんな感じですか？40平米ぐらい、うん、はい、2人暮らしなら十分ですかね。多分大丈夫だと思います。日当たりってどんな感じですかね。ちょっとわかんないです。駅からは歩ける距離ですかね。多分大丈夫だと思います。ああ、そうですか。じゃあ、コンビニ、あ、詳細はメールで送ります。本日の物件こちらになるんですけど、その前に、確認なんですが、お二人ご結婚は、あ、まだされてないんですね。結婚前提の同棲なんですよね。そうですね。そしたら今日は、仮なんですけども、旦那様、奥様と呼びしてもよろしいでしょうか。あ、すいません。ありがとうございます。そしたら、旦那様、奥様と今日は呼ばせていただきますね。便宜上ありがとうございます。いやー、それにしても素敵なお二人ですよね。でもそんな二人が幸せな生活を営んでいるのがもう本当にイメージできます。素敵なご物件でございますので、どうぞこちら、お入りください。すいません。ちょっと個人的にこの家すごい気になってたもので、それちょっと写真だけ撮らせてもらっていいですか。すいません。ちょっと個人的にね、サイトの資料として。すいません。ああ、まだ12時半か。お客様にメール返さないと。東池袋の物件に。でも、もうこんな条件の意見はめったにないんで、もうすぐ売り切れちゃいますよ。もう一回行きましょう。